んにちは、岡山浦添杉です。今回披露させていただく演舞名は東雲です。困難や苦境にも耐えしのぎ、明るい未来を目指していこうという意味を込めました。そしてテーマは備中神楽です。岡山の備中地方に伝わる神楽を元にした四季ならではのストーリーとなっております。衣装の背面や裏化粧には四季オリジナルの裏地マークを取り入れるなど、細部にまでこだわって作りました。ぜひ注目してご覧ください。桃太郎祭りは2年間なかった間、私たちは裏地を広めるために県外の祭りへ参加してきました。今年はここ岡山の地で演舞ができることをとても嬉しく思っています。今回出られなかったメンバーの分まで精一杯演舞させていただこうと思います。それでは精一杯演舞させていただきますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは松田です。後進は竹に救いの花が舞い降りる。豊かな未来。
式恒例の一本締めで締めさせていただきたいと思いますので、ご会場の皆さん、お手を拝借お願いします。お願いします。よー、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、スタッフさん、この中から2人、いやいっぱいいますよ。彩りように決めますよ。さあ、テクテク歩いていきます、テクテク歩いていきます、テクテク歩いていきます。さあ、一人は決まったね。すごい。おー、決まったー。やったー、おめでとう。いや、いいね。今、もらった人だけ前出てもらっていい？二人。ちょっと一言ずつだけもらったら。じゃあ、ちょっと前に。あ、もう真ん中でいいや、真ん中でいいや。いいよ、いいよ、いいよ。はい。じゃあね、お姉さんがバイク渡しますんで。はい、一言だけちょっともらえますか。もらった彩り料理の感想ください。はい、 YouTube でももう世界で流れてます。どうぞ。このみんなで踊れて最高でした。もう若さが溢れてます。いいよ。はい、次。でもこの舞台に立てなかった同じチームの人もいるので、すごくみんなでいい演舞ができたと思うので、とても嬉しいです。ありがとうございました。ということで、改めて岡山浦添式の皆さんでした。ありがとうございました。それでは左後ろから儀式でございます。仕事の鬼も疲れている女子。